じゃあここからミニゲームです。ピンクワン。トロピリ E を成立する前に炎上は薬剤みたいなものだった当時沢木という刑事は丸棒で炎上を、手ひどく叩いたらしい。その頃のことが相当悔しかったのだろう。沢木に復讐できるなら金はいくらかかってもいいと炎上はよく話していた。だから沢木の闇となる映像なら炎上は必ず欲しがるに違いない。うむ、これだ。これ、ひなが取ってきたやつですね。これに間違いない。よし。この映像なら炎上との交渉に使えるぞ。でも、博士、これは犯罪なのでは。いいじゃないか。あいつ、これはボツにするって言ってたし。そういう問題ではなくて。俺は世間から詐欺師と呼ばれている男だぞ。今さら犯罪の一つや二つ上では関係ない。学会のバカどもだって、俺のことは無視しているしな。あ、これ多分、言語になりますね。やっちゃった。みことさん。ややこしいんですが、現在捕まっ、あと、振動編のところでは、みことは捕まってないとあかんのですが、なぜかここにみことが出てきちゃってるので、ゲームオーバーになります。これは、もう一人のみことです。まずい、しなくんはエンジョに捕まっているみことのことしか知らない。こんなところで壊せば当然不審に思うはずだ。どうしてここにいるの？その格好、人質になってたじゃん。いや、そう、うまく逃げたんだっけ？うん、博士、どういうことなんですか？すぐにわかるけど。先輩、メモリーカード取ったでしょ。返してくださいよ。博士、これはどういうことなんです？
振り替えにも気づかれたか。これはまさしく最悪の状況だ。こうして俺は高井戸の手で、警備室に連行され、窃盗の現行犯で警察に突き出される羽目になった。もうじき20時だ。世界の終わりまで残りあと数分しかない。このままではあいつと約束した予定がこなせない。それはすなわち今の俺があいつの話してみられると別のタイムラインに迷い込んでしまったことを意味する。こうなってしまった以上、あっちの世界の俺がうまくやってくれることを祈るしかない。まあ、別の、まあ、時間軸、まあ、ややこしいんですけど、まあ、タイムトラベラーは、まあ、パラドックになってたんじゃないかな。まあ、いいや。まあ、別の事件の、まあ、もう一つのラインに沿ってる、まあ、これ戻った主人公に対して同じことを言ってるんですよ。また頑張ってやってくれ、みたいな。で、これを止めるには、どこで止めるんだっけ。多分キャスター編で、ここですね。ここで、ね、みことさん、待ってくださいって、行っちゃったらダメなんですよ、多分。たく、そんなことあるわけないだろう。あるわけないって言っても、実際視聴者からクレームが来てるんだって。倉本さん、どうしてお父さんの言葉の意味を知っているんです？あ、ですか、今すぐ聞かないと。ここですね。これ、428でできた、玉ですね。で、猫の着ぐるみ。着ぐるみなんですけど、まあ、今は巫女が着てるんですが、428はある人物が着てるんですよね。バラエティが何かの撮影。そんな話はなかったはずですか。これを倉本さんのとこに行くと、あ、そうなんですね。ダメなんで、着ぐるみの方に行かないとダメですね。倉本さんとお父さんのことは確かに気になります。けどなぜでしょう。あの着ぐるみ、心の中で無性に引っかかってるんです。緑ヶ丘大川高校でインタビューした。ゆりかさんから受け取ったビデオは見ましたか？え？そういえば、あのビデオ。高校生ぐらいの女の子からのプレゼント。
これで向こうが生きるようになりました。よし、この映像なら炎上との交渉に使えるぞ。でも博士、これは犯罪なのでは。いいじゃないか、で向こうそこに。そういう問題では。俺は世間からさ、学会のバカどもだって俺のことは無視しているしな。つまり俺に恐れるものなど何もないのだよ。ここでほんま切っちゃうんですけど、来ないですよ。このまま行きます。私はそう思っています。私、博士を犯罪者にしたくはありません。しかし俺は巫女を助けなければならない。そうですね、わかりました。私は何も見なかったことにします。そろそろ高井ども気づく頃だ。急ごう。で、戻りますね。そういえば忘れていました。あのビデオテープ、あれどこに置いたんでしょう。まずユリカ先輩から受け取って、その後倉本さんの車の中に持って行きました。その足で高校の取材に行って、次に只野さんのマンションに行って、最後はテロリストの取材に行って戻ってきたはずです。ということはビデオは。そうだ、取材を車の中に置きっぱなしだ。急いで取りに行かないと。よかった、あったあった。あ、ビデオテープの回収はいいのか。まさかあの人たちが狙っていたのはこれ。ヒナは資料室にやってくると、テープをビデオデッキに入れた。ビデオを再生すると、ロストホールの真実という特集が始まった。画面に現れたキャスターは、ヒナの父親であるアキラだった。今回、私たち取材班は、ロストホールの隠された秘密に迫りました。お父さん。先日、取材班のもとに、ある男性から秘密裏に接触がありました。その方は、帝都大学の元研究員。この施設内で行われていた16番実験の責任者をしていたとのことです。私たちは匿名を条件に A さんに取材を申し込みました。この番組見たことがありません。お父さんがキャスターを務めた番組は資料室のライブラリーで全てチェックしたはずなのに、帝都大学の元研究員 A さん、なんていうこと。そんな話初めて聞きました。ヒナ、ロストホールの真実を伝えてくれ。私の代わりに。これがお父さん言ってたロストホールの真実なんですね。そしてその男の人は月々に驚くべき名前を挙げていきました。日本経済連盟会長鴨志田春久、経済通勤ん通産省財経済産業政策局局局政策局、局長富塚清重、見にくいな。経済産業大臣、政務官北原徳一、
駐在員経済産業業委員長吉川健次郎、まだあるのか、経済通産産大臣緒方重時、全員日本の、ごめん、日本の政界と経済界の人員でした。もうや、政だけではありません。この5人のうち4人はすでにテロリストに暗殺されています。残っているのは当時通産大臣、つまり今の首相だけです。まさか次の暗殺されるのは緒方首相ってことですか。しかし東京のど真ん中にそんな危険なエネルギーがあることは危機管理の面からも大問題だと思うんですが。そうだ、あるんだ。テロリストが死んだ後に侵入されてたようなことがあればどうなるのでしょう。東京が消滅するほどの爆発が起こる。ああ、テロリストがシリンダーラボに侵入したら、ちょっともうなんか発音おかしいです。俺たちの目的はシリンダーラボに入る。そのための交渉を政府と行ってきた。まさか。彼らの目的は東京消滅。ロストホールに関してはまだ謎が多いようです。私は引き続き真実を追求したいと思っています。え、倉本さん。そうだったのですか。倉本さんはお父さんと一緒に仕事をしたことがあったんですね。そしてこの映像はテレビでは放送されていない。きっとお蔵入りになってしまったんだ。お父さんがお酒に溺れてしまったのはこのことが原因だったのかもしれない。ってことじゃないんですか。これは放送事故でしょうか。ちょっと待ってください。これは何かのカウントダウンでしょうか。いけない、なんだか嫌な予感がします。まさか、まさか、まさか、あ、高校生になりましたね。全部入るかな。いけね、ちょっと早く来すぎたか。あ、買い物もしてきてくれたんだ。電池とビニールテープと。ユーリ、このケーキ違うよ。まだと間違えたんです。私が買ってきてって言ったのはシフォンケーキ、ちゃんと聞いてなかったの。今一瞬俺ホッとしていた。ダメだ、知らないうちに、下僕根性が染み込んでしまったじゃん。なんじゃそれ。もうじき5時になる。秀一郎と正人はまだ来ないんだろうか。まだ秀一郎たちを待ってる間にさっきのメールについて聞いてみるか。見事。ここね、ちょっとややこしい。あ、さっき言いかけてたことを聞いていい。女の子を好きになるとかそういうのがダメだって。ああ、そのことか。まさか女の子より男の子が好きとか。真剣な顔で言う美琴に優里は思わず苦笑した。実はそうなんだ、秀一郎とマサのことがどっちも好きで困ってるんだ。なんて言ったら美琴はどんな顔をするだろう。考えたらちょっとだけおかしくなった。違うよ、そうじゃない。だったら何がダメなの。別にいいじゃないか、そんな話。聞かれたことには答えなさい、部長命令よ。部長命
聞けないんだったらどうしてここに来たの？俺もシリンダーラボに入りたかったから。どういうこと？俺の両親はここで働いてたんだ。これは俺が何度も両親や親戚から聞かされた話だ。18年前の4月28日、あれ428のことね。その日、2人の大学院生に少し変わった実験をするために、俺の両親は揃って研究所に出なければいけなかった。実験が始まったため、両親は持ち場につき、俺は同僚に預けられた。その時だった。一瞬して研究所は黒い線香に包まれ、吹き飛んだ。同僚の男の人は身を挺して俺を守った。落ちてきた瓦礫を体で受け止めたらしい。建物のほとんどが吹き飛ぶような事故だったのに、赤ん坊だった俺はかすり傷一つも負わなかった。でもそれは同僚の男の人が命と引き換えに俺を助けてくれたからだ。俺は生かされたんだ。一般人間になれ。死んだ人のために一般人にならなければならない。俺は物心ついた頃から両親にそう言われるようになった。いや、両親だけじゃない。当時のことを知ってる人はみんな同じように口を揃えた。でも俺は立派な人になんかなれなかった。そりゃそうでしょ。高校生ぐらいで立派な人なんて無理だよ。だからだよ。俺は思い切り笑うことをやめた。楽しい気分になるのを避けた。大切な人を失った家族のために、俺も何か失ってないとダメなんだ。それで鉄仮面ってこと？この話はもういいだろう。何の話だよ。遅い、マサト。え、遅くないっしょ？まだ50分じゃん。私より遅い。意味わかんねえし。これで全員揃ったな。ミコト、一応確認するけど、本気で侵入する気なのか？愚問に答える口はないわ。周一郎、諦めろ。最悪4人揃って定額だ。だけど守衛システムはどうするつもりなんだ？そんなもん当たって砕けろよ。おい、ユーリ。俺かよ。確かにこのままだとまずい気がする。何か言った方がいいだ。ここでギャグが入るんですよ。いつものジョークですが、それはやります。その後、5時から6時台の話なんですけど、ユーリがね、ある大変な場面でギャグを言うシーンがあるんですよ。それをするかしないかによって、死んだりするんですが、ここでは死ななくて、それはトラップになってます。まあ、後で、まあ、見せます。ここはもう、いきなりジョークいきます。こんな時こそ粋なジョークだ。あ、いつものパターンですね。場の空気を変えて、巫女の気をそらすんだ。そうすれば潜入なんてバカみたいなことはしなくて済む。ジョークは最高のツールだ。あらゆる事態も好転させる力を持っている。この場合、あまり長いのは良くない。シンプルかつ破壊力があるのがいい。そうだ、こんなジョークはどうだろう。英語の授業で先生が問題を出した。I live in Tokyo。 過去形は？生徒が答えた。 I live in 江戸。てか、そう？意外かい？どういう過去形？グッドじゃねえ。グッド、ベリーグッド。お前、素晴らしくウィットと言う前に飛んだ内容だ。笑い転げる巫女が目に浮かぶ。今さらやめようって言うんじゃないよね。ここまで来て帰るとか言わないよね。ね。殺しに来てんな。え、で何？いや、なんでもない。ならよし。すごい目してるよ。シーチの顔には同情の眼差しか浮かんでいた。おい、
そこで俺の名前呼ぶか。監視カメラに筒抜けだと思わないのかよ。おめでとう、ユーリ君。君も定額だ。ユーリ、警備システム動いてないよ。え？ほらね。なんでだかわかんないんだけど。あ、ここなんですよ。これね、ジョーク言うと、ごめん、ここでした。ジョーク言うと、多分殺されてるんですよ。ここは俺の口から弁解した方がいいだろうか。これちょっと失敗しますね。これです。トラップなんですよ。こればっかりすると、えらいこと起きるという。そうだ、粋なジョークでなんとかしよう。なんか場の空気を変えて、伊藤先生の気をそらすんだ。そうすれば何事なかったように取り繕える。ジョークは最高のツールだ。あらゆる時代を好転させる力を持っている。この場合、あまり長いのは良くない。シンプルかつ破壊力があるのがいい。そうだな、こんなジョークはどうだろう。先生、すみません。遅刻しました。ユーリ君、どうして遅刻したの？自転車に乗り遅れたんです。何の？あれやっちゃった。ユーリ君、私がそういうつまらない冗談が大嫌いだってこと知ってるでしょ。マジか、これ先生、そんな面白いですよね。ユーリこと書いて低俗なジョークで場をごまかそうなんて、さすがに見過ごせないわね。イートちゃん、実は私のところにおかしな写真が。シャラップ、言い訳無用。4人とも今から学校戻って反省文、レポート用紙3枚提出するまで下校は認めません。いいとおちゃん、返事は。さすがの美琴もこの時伊藤先生の迫力にはかなわなかった。はい、こうして世界は終わるんです。こうして俺たちの死んだラボ潜入は失敗に終わった。学校で反省文を書きながら俺は考えていた。なんであの時もっと生かしジョークは言えなかったのかと。そういうことか。やり直しです。これはトラップなんですよ。あんま同じことやり続けると、まあ、やられますよ。やっちゃうじゃん、これね。いきなジョークって絶対いるじゃん、とか思うじゃん。そう。初見もね、ここめっちゃ笑い頃来たんですよ。これを変えますね。ここです。何倍やったかな。変えます。ここは俺の口から弁解した方がいいだろうか。これね。どうやって？ミコトの携帯に妙な写真が送られてきたんです。イトちゃん、これ見て。ミコトは携帯の画像を見せ、死んだラボに侵入した事情を話した。確かに変な話ね。お願い、イトちゃん。私このままじゃ気になって夜も眠れないよ。わかった。屋上を確認するだけ。それでいい？いい、それでいい。当然、私も付き添うから。はいはい、大歓迎です。画像の場所はこの辺ね。何かわかった？なんにも。別にただの屋上だよな。ま、ここまで来てダメならしょうがないか。部長様の諦めがつけば来た甲斐もあったってもんだよ。結局何だったのかな、あの画像。お、ここからだと街がよく見えるよ。
と画像やと小さいな。ちょっとね、これ、携帯だと汚く映ってるんだけど、ほんますごいね、あのオレンジ色で綺麗な色映ってるんですよ。あ、ちょっと勘弁してください。屋上から俺たちは街を眺めた。夕日に照らされたビルの先に宇宙エレベーターが霞んで見える。どことなく歪で不気味な街並みだった。俺たちが大人になる頃には、この世の中はどうなっているんだろうな。どうしたんだよ、急に。いや。この街見てると、なんか不安になってこないか。大卒の就職率は過去最低。逆に失業率は過去最大。おまけにもうすぐ消費税がまた上がるだろう。お希望はあるのかな、未来に。なに、あんたたちネガティブなこと言ってんのよ。そうは言ってもさ、私ね、高校生の時に両親を亡くしたの。大学進学は無理だと諦めた時に、母親の友達から経済援助の申し出があってね。今の私があるのはその人のおかげなの。そんなことがあったんですか。どんなに辛いことがあっても助けてくれる人はきっといる。あなたたちにとっては今ここにいる仲間がそんな人かもしれない。世の中がどんな風に変わろうと、誰かのためにという気持ちはなくならないわ。私はそう思う。そうよそうよ、困ったことがあったら私に言いなさい。何でも助けてあげるわよ。遠慮しておくよ。余計困ったことが増えそうだしな。どっち、あんたたちね。え、何？お前は何を失った？これはあの宣伝？あのカウントダウン続いてたのか。何これ、何のカウントダウン？みんなに来てんのかよ。ウイルスじゃないよな。お、窓だったっけ。約束の時間は17時でしたよね。そうだ、あと5分というところだ。間に合いますよね。しっかり捕まってろ。大丈夫だ、見事は死なない。死ぬわけがないんだ。ねえ、私のお母さんってどんな人だったの？どんな人って、うまく言えん。お父さんはお母さんのどこが好きだったの？どこが好きか、それもうまく言えん。それじゃあお母さんはどうして死んじゃったの？うまく言えん。お父さん、うまく言えないばっかりじゃない。着信とは奇遇だな。博士、なんだか変な画面が。どうした？なんだ？まだあったか、大丈夫。ちょっと帰らんかな。先生なんだぞ。そう、日陰にはプロなりって
さん、最低なのはあなたよ。終わった。本当に何もかも終わった。で、サンチバンね、この後すごくかっこよくなります。んで、そこのところをね、見てもらったらいいと思います。多分、刑事編が終わったところで、次のシナリオに入るんですよ。まあ、そこが多分見どころですが、ここね、この子ちょ、これ大丈夫かな、この子がピンと聞いた方は、あの方の、オマージュというか、あの方です。トランクの中に閉じ込められていたのは、尾形師匠だと、まあ、尾形はまあ関係なくて。大丈夫ですか？まあ、ピンとくる人は、まあ、ああ、ってなんですか。ちょっと長いな。入るかな。そっくりやな。沢木、これはどういうことだ。お前がいろいろと動いてくれたおかげで十分に捜査をかく乱することができた。これで準備もほとんど整った。動くな神谷。少しでも動けば大切な家族の命はないぞ。私をどうするつもりだ。一点点要求は三つだ。要求？何の権利があってお前は。騒ぎ。一つ目はシリンダーラボの警備システムを解除すること。何だと？お前は一体。次にシリンダーラボの最深部に入るためのパスをよこせ。静脈認証も通過できるパスだ。まずこの二つを電話ですぐ命令しろ。これでね、ミコトがね、家庭、警備システムが解除して入れなったのは、ここで、こういうことが起きてるから、この時間軸は一緒なんで、市場が携帯を取り出すと、数箇所に電話をかけた。サーキが予告した通りに、警備システムを解除させ、カードキーのパスを手配させた。これで準備完了だ。早く解放しろ。要求は3つあると言ったはずだ。だったら、さっさと言え。その前に昔の話をしよう。昔、あんたがまだ新人議員だった頃、俺たちは会ってるんだよ。もう忘れてしまったか。そうだな、ほとんどの人間がもう忘れていることだ。何を言っている。しかし俺は忘れていない。あの時
所であったこと。SP に配属されたばかりの俺は、あの被災地であんたを護衛することになった。あんたは震災後、真っ先に被災地にやってきた。大勢の護衛とマスコミを引き連れてな。それで、あんたのやったことといえば、その辺を散歩して回っただけだ。忘れられないよ。テレビカメラが回った途端にあんたが涙を流したの。あんたのパフォーマンスのために現場は混乱した。そのせいで救助活動に影響が出て、どれだけの助かる命が失われたのか。そんなことは覚えてない。だったら今の話をしようか。今の話、あんたがどうやって総理の椅子に着いたか。何？あのパフォーマンスを足がかりに、あんたは日本のエネルギー政策に深く関わるようになった。お前、何を知っている？何を？全てだ。実はあんたたちの行為を告発したビデオが。ビデオ？表に出ると計画の一端がバレてしまうので、ずっとテレビ局の人間に見張らせていた。何の話をしてる？これであのビデオは必要ない。だから何の話だ？さて、待たせたな。これが三つ目の要求だ。あの世で死んだ者たちに詫びろ。やめろ、ザワキ！タミヤ、こんなクズのことは気にするな。お前が気にすべきは大切な家族。そうだろう？それとも、クズの命も命に変わりはない、とでも言うつもりか？おい！そこのお前、こいつを何とかしろ！大勢の安全と一人の命、どちらも選べない。選べないのなら、どちらも守る。お前はそう言ったな。そのままさ、ヘドが出る！今の地位を使ったのは、俺はずっと選んできた。時には非常に、時には冷淡に。何かを捨てて何かを得る。生きるとは選択するということだ。何が言いたい？神や、俺はな、お前にちゃんと選択してほしいんだよ。選択？アルミ、呼んだ！お父さん、あなた！さて、大切な家族が揃ったところで、素敵なショーを始めようか。ショー？30秒。30秒であそこまで行ければ、家族はお前に返してやる。何？しかし30秒。ミニゲームです。あそこから突き落とす。沢木。いけるかな？この子結構難しい。場合じゃないぞ。時間かかるか。始まった。あ、ここで、これを失敗するんだ。ちょっと。うわ、かっこ。ですね、あ、ちょっと待って。神谷、いい選択だ。おかげで俺は楽にクズを始末できる。おい、待て、待ってくれ。神谷、総理のそばにいれば止められたかもな。しかし仕方がないよな。お前は家族を選んだんだ。頼む、助けてくれ。何でもする。お前は何を失った？え？お前は何を失った？答えられるわけないよ。ちょっとね、収録入らないんで一回止めますね。
待って、頭のかな。ちょっと、いいとこなんですが、ここから、すぐに次、続き出します。続き見てください。